皆さんすいませんでした。スマホを持ったまま動いてる皆さん、難しい動画ばかり上げてごめんなさい。今回は解説を短く、運動を長く、そういった内容になってます。で、今回は上を向いた状態でお腹をへこますために効果的なデッドバグ腹筋を初級、中級、上級と各5回ずつ行っていきます。全部上を向いた状態でスマホを手に持ってできるメニューになってます。やりやすくなってます。一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで、スマホを持ったまま簡単に腹筋に効かせられて、自分のレベルに合った腹筋、お腹をへこませるための腹筋というのが分かってきます。最後まで頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹をへこませるための腹筋メニューなんですけども、レベルに応じては首が痛かったり、腰がつかないので腰に痛くなって腹筋に効きにくい、そういった原因が腹筋メニューには多くあります。そこで今回レベルを3種目に分けて行っていきますので、どれか必ず自分に合ったレベルがあります。お腹をへこませるためのポイントとしては、息をしっかり吐かなければいけません。息が止まれば止まるほど腹筋の表面、腹直筋に効いてしまうので、お腹をへこませることにつながりません。息をしっかり吐くことで、お腹の表面よりもお腹の奥にしっかり効かすことによって、お腹をへこませる力というのが身についてきます。ですので、腹筋のレベルがきつすぎるとやはり息が止まってしまう、首に力が入ってしまう、お腹の奥に意識がいかない、お尻が締まらない、そういったデメリットがあるので、今回はレベル3つに分けて意識しやすいレベルから行っていきます。まずは初級編から紹介していきます。初級編は呼吸を5秒間吐きながら行っていきます。動きは左右しますので、左右で1回、合計5回です。スマホは手に持ったまま行っていきます。寝た状態で上を向きます。スマホは顔の前に置きます。この状態で膝を曲げて、左足を伸ばしたら右手は万歳、息を5秒間吐きます。手を持ち替えて反対万歳。この時に腰がつかないと腹筋効かなくって、手を伸ばすと腰が浮きやすいので、曲げてる足の位置で腰が床につくように調節してください。もしこの位置で腰が浮くならば、もう少し膝を曲げて腰をつけます。膝を曲げれば曲げるほど腰がつきやすいですが、負荷が軽くなるので、そこはもう少しね、辛くしたい方はできるだけ腰が浮くかな、どうかなっていうところまで曲げてる足を動かしてください。これを一緒にまず5回いきます。息は5秒吐いて、手を入れ替えるときに息を吸ってください。それではいきます。3、2、1、ゴー。1、2、3、4、5。腰をしっかり床につけて2、3、4、5。2、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3。息しっかり吐いて、腰が痛い方は無理しないでください。3、4、5。4、2、3、4、5。腰が床につく位置合わせてください。2、3、4、5。はい、ラスト5、2、3、4、5。5、2、3、4、5。 OK です。今のが初級編になります。もし今のが腹筋に効きにくかったよ、腰はちゃんとついてたよって方は、
中級編にチャレンジしていきましょう。紹介します。中級編はスマホを持ったまま上体を起こして足を動かします。持ち替えて万歳、持ち替えて万歳といった感じで、息は8秒間吐いてください。スマホを持ち替えるときに呼吸を吸います。首が痛くなる方は無理しないでください。マイペースで OK です。それではいきます。 3、2、1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。お腹がプルプルしてれば OK です。2、3、4、5、6、7、8。上体しっかり起こして、2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。頑張って、あと半分。3、2、3、4、5、6、7、8。あと2回。4、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。ラスト。5、2、3、4、5、6、7、8。ラスト。5、2、3、4、5、6、7、8。OK! だいぶお腹に効いてきてると思います。ラストは上級編です。初級中級と左右交互にしましたけど、上級は一緒にしますから5回です。左右ではなく5回です。頑張っていきましょう。はい、上級編はやはり首が痛くなりやすいです。首の力ない方は多分できないと思うので、無理しないでください。できそうな方はやっていきます。呼吸は10秒間吐きます。ここから上体を起こして斜め上です。斜め上を見ながら10秒間息を吐いたら戻ります。通常は寝るんですけども、今回寝ずにここで息を吸って吐き続ける、息を吸って吐き続けるというのを5回繰り返します。頑張っていきましょう。ラスト3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息吸って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと2回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラスト。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK! いやー、初級から順番にやってる方、最後が上級だから結構きついですよね。もう首もお腹も悲鳴上げてますよね。次はですね、自分のレベルに合ったものからスタートしたらいいと思います。もし中級ができたのならば、中級、初級っていう風にやって、自分のレベルに合わせてね、3種目を使ってください。今回はスマホを持ったまま、目線が合うように頑張ってみたので、やりやすかったなって方はですね、よかったらコメントください。頑張った方、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。SNS もやってますので、説明欄から見てもらって、リンクのシェア、動画のシェア、SNS のフォローよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。
ね。